生まれ関西育ち身も心も関西猫エリアでいつもな、はいさここで。いや嫌いじゃないさ。笑ってくれるんだよな、うん、嬉しいね。嫌いじゃない。堂々と嘘つく感じが。嘘やないで。堂々と嘘つく。ほんまやで。身も心も。行くで。身も心もやで。はいさ。うん。改めて本日な、シックスワナインのリリース日ということで、いろいろと聞いていくで、ちょっと失礼して、待っててな。なよ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょ。はいはーい。どうも、音楽ステーション司会のタモディです。ハイド、髪切った?ハイド。なや。ハイド。はい、新曲が出たんやな、ハイド。はい。タイトルが出ました。シックスワナインやな、ハイド。そうなんですよ。あ、出ましたよ。これまたインパクトあるタイトルだね、ハイド。はい。そうっすね。インパクト重視で、はい。で、ハイド。はい。どんな曲なの?教えてよ。はい、そうっすね。すごい盛り上がるし、お、まあ、シャンプー してないって本当ですか？はいよ。僕もあんましないんですよ。いや、そうか。はいよ。そんなことは。そうか。そういうことはちょっと。僕もユシャン派なんで。ああ、そうか。はいよ。髪切った。誰や、誰やね。え？髪。髪切った。髪切りましたちょっと。ちょっと切りましたね。ちょっとタモさん風に切ってみたで、歯医さん。まあそうなんですけど、ね、いやいや、すごい緊張した?緊張しました。歯医さん、タモさんの真似ってやったことある?はい、タモさんの真似あるかもしれないね。サングラス貸すで、やってみるか。やってみようか。やってみようか。じゃあエディが来たゲストになるね。うん、うん、かっこいい。あ、かっこいい。かっこいいか。うん。行くで。はい、来い。そっちか。そっちか。はいさ。知ってる？知ってる。いや、もう帽子と相まって。なあ。もう本物かと思ったで、はいさ。思ったより似てたな。これなんだっけ、イグアナだっけ。せやな、イグアナのマネだっけ。いや、タモさんといえば、タモさんといえばもう今時の人は知らないでしょうけど。貴重なタモさん、はい、ハイさんありがとうね。じゃちょっと話も戻してな、シックスワナインについて聞いていきたいと思うんやけども、うん、まずメッセージご紹介しやすね、うん、ニックネームミカゴンさん、ありがとうございます。ハイドさんこんばんは。毎日少しずつ公開されるシックスワナインの MV が奇想天外で面白く、早く全編見たくてたまりません。この MV のアイディアはハイドさんが出されたのですか？通天閣や道頓堀クルーズ船での撮影は楽しそうですね、といただきにゃした。ハイさん、なんかね、こういろんな、なんか映像を入れたくてね。いや、でツアー中になんか思いついたことをみんなで撮っていくっていう感じで、だから大阪いるから、じゃあなんか道頓堀の船乗りたいとかさ、それ撮影しようよとか、そういうなんか結構ね、7月ぐらいはずっとそういうバタバタと。こう事前にっていうよりは行って思いついたりも両方両方、まあ、事前にやりたいのもあったし、あとなんかいっぱい映像入れたかったから、ちょっと時間の許す限りなんか思いついたら撮ろうかみたいな。なんかこうハイさんが持って撮ってたやな、自分でこう自撮りみたいな。自撮りもやったね。あれなんかもう初めて見たというか、あの角度のハイさんって新鮮やったんやけど。あ、そう。これ やるで、自分で持つでって言ったんか、うん、言ったんかな。自分で持つで言うたかもな。結構自分で撮ってるシーン多い？案外多いかもね。うん、大阪は結構多かったな。にゃ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 。他は
案外ないんじゃない、あれぐらいじゃない。もう全編が楽しみで仕方ないんやけども、今日その MV が解禁ってことやね。いやいや、やめとこ。いや、なんでよ喋ってたやん。やめとこ。ええやろ。ええか。お願いするで。ええか。想像して。いや、想像ね。いや、ハイさん、はい、あれはね、あれはね、想像じゃ難しい。無理か。そう、もうどんどんいろんな出てくるから。しゃあないの。いや、ありがとうございます。見せたろか。やったぜ、うん、ハイさん、うん、ここでシックスオーナイン見ていきたいと。あ、見んのか。思います。では、ハイさん、曲紹介お願いしますシックスオーナイン。わお。もう目まぐるしく変わる展開が、なんとも言えないし、いろいろ聞きたいとこありすぎてどうしよう。ねえ、ねえ、ハイさん冷静やな、見ていやいや、あそここうしたらいいかなとか思い仕事モードで見てもうたそっちで見るんやな、うん、ちなみに今通天閣とか道頓堀の撮影はしっかりと特別に許可を取ってるっていうことなので、はい、皆さん真似しちゃいけません、うん、さあ聞いていきたいんやけど、うん、何聞く？何聞く？いや、もう聞きたいとこだらけ。まあ、納豆じゃない。いや、納豆ダイブについてじゃ。納豆食うミュージックビデオあんのかな、わからない。いや、新鮮やったわ。新鮮な納豆ですよ、うん、結構3パックぐらいあったよ。3パック結構入っててねびっくりしました。え、それをピザにかけ、そう、食べる納豆ピザ。え、なんで？それはどこから聞いたの？わからん。まあ、頭おかしいからなんかそういう発想出んだよねえ、ハイさん発想の納豆ピザダイブ。そう、ピザ納豆ピザ食ってから走ってダイブするっていう流れを取りたかった最高や。意味わからんわよな。わからん、うん、けど楽しい。いや、もう次何するんやろうって思いながら見てたんやけど、たくさんの観客の方々がいた場面は、うんうん、実際のライブの後に撮影した部分やな、うん、そうそう、あのビューティー&ザビーストの時に男の子たち残ってもらって、うん、あの撮ったやつね。すごい。あれでも結構なんか倒れる人も多かったんで。え、そうなの。勢いよく飛んだら結構危なかったね。あれ女の子いたらやばかったね。やっぱ受け取り手も重要やな。そうやな、ちょっとな、いや、勢いつけんとね、男の子が高いやん。にゃん、思いっきり上に飛ばないといけないんだけど高いからあんま飛べなくてなんか体当たりするような感じになっちゃった喧嘩やだ。喧嘩やで、ほんまいや、すごい見どころたっぷりやけど、ハイさんの中で思い出に残ってるシーンはどこやで。どれやろな。にゃん、あの三輪車のシーンはね、結構あの暑かったんだよね、夏でね。で、結構なんかいろいろ撮り直したりとかして大変だった。暑かった。でもね、あのままこう会場入りしたのよ。ニャス、あの名古屋のゼップね、あのままこう会場まで行ってね、ファンの子と一緒にまさにこの曲歌ってね。あ、そやな、すごい盛り上がりましたね。うん、じゃあ皆さんとの思い出もあるシーンってことやね。そうそう、あのトラックのシーンは仙台で撮ったんですよね。あ、そう、トラックの上にいた。そう、仙台のね、ライブハウスの駐車場へぇ、ね、案外怖い、高いから、うんうん、なんか落ちそうで怖かったもっと高いとこ登ってたやない。あー、登ったな。ね、通天閣、うん、の上とかもちょっとヒヤヒヤする。あれは全然なんかね、安全になんかなってるから、うん、守られてるからいいんだけど、トラックは全然怖くないんだけど、うん、トラックは何もないじゃん死に、まあ、はしないだろうけど、落ちても、ね、何もないからな。ちょっと気をつけながらやった。いや、もうほんと怖かった。だからメンバーとか落ちてもらっても困るじゃん、なんか。いや、ほんまやな。怪我されたらライブできなくなっちゃうから。なるほど。
もうそういう意味でも怖かったし、なんか。そうやな、ハイさんの思い出もういっぱい各所に詰まってる MV なので、皆さんいっぱいいっぱい見てください。また感想はぜひポスト、まあ、ツイートやな、もっとな、してくれやで、うん、はい、ハイさんもしっかりエゴさして見てください。するでするで。それから質問はね、この番組にも皆さん送ってください。そして大事な話です、うん。